DJ 指山のピッチでラジオ、イエーイ。今日のゲストはこの方です。つくばシーレディス背番号7番原島美希です。イエーイ。同じようなキャラが、ね、今日はそうだね、ウィンウィン系が、ウィンウィン系、ウィンウィン系が揃っちゃいました。ウィンウィン、ウィンウィン、ウィン今通ったからだよ。ウィンウィン、ウィンウィン系が揃いました。次行きましょう。はい、次行きましょう。ウィンウィンのミキさん、はい、最近どうですか、はい、最近どうですか、最近と言いますと、最近の日焼け事情、日焼け事情みんな気になるんじゃないですか。あ、そうですよね。皆さん会うたび会うたび黒いと言われるんですけれども、そうそうそう、私昔からですね、半袖焼けとかソックス焼けがすごく嫌いなんですよ。なので、まあ、紫外線、外の紫外線では焼きたくないために、うん、まあ、日サロに通っていたっていうだけですね。綺麗に焼けたいってことでしょ。そうですね、綺麗に焼きたい、めっちゃわかる。ただそれだけですね。めっちゃわかる、まあ、将来ね、おべぼのおばあちゃんになった時に、うん、もうシミだらけなんじゃないかって言われるんで、もう最近はおばあちゃんになっても日サロに行こうかなって考えてる今日この頃ですね。最強じゃん。はい、最強おばあちゃんじゃん。やばくね。ば、誰なの。何が誰なの。やばくね。自分も嫌、うん、なんだよ、綺麗に焼けたいんだよね。お前白すぎじゃね。白くないよ、うん、めっちゃ黒くなったから、うん、全然綺麗に焼けたいけど、うん、だから綺麗には焼けないじゃん、外だったら。そうだよ、だからシャローで焼いて、うん、外で紫外線に浴びなきゃいけないときは、うん、まあ、焼けるとこだけ。違う、なんだっけ、日焼け止め、日焼け止め、しかもスプレー状、うん、塗ってんの。塗るだろ、普通無理だもん、焼けたくないから、うん、外で焼けたくないから日焼け止めに塗って、シャローの時は、まあ、専用のジェルを塗るっていう。専用のジェル。そう、日サロってどんな感じなの。何、なんか、うん、立ち焼きと、うん、立ち焼きっていうのは、うん、多分東京とかは立ち焼きなんだけど、うん、結構綺麗に焼けるんだよね。で、うん、こっちは寝るんだよ、まあ、多分ほとんどが寝るんだと思うけど、うん、寝ながらなんか、うん、完全には閉まらないね、なんかカバーみたいな、うん、カバーっていうか、なんかマシーンに入るの。そう、カプセルっていうか、マシーンに入って、うん、コロ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 自分で回って焼くと。自分で回るんだ。そうです、自動だから立ち焼きはそのだから楽なのけど、寝てる場合は狭い中こうコロ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 変えなきゃいけないから、そう大変だし寝れないよね。そうです、そこで寝ちゃったら半面だけめっちゃ黒くなるってことでしょ。焼けちゃうから。やば、そうなの。日サロ事情大変なんだね、意外と、うん、そうだよ、結構こだわりはね、なんかちゃんと下地を作ってからじゃないと、うん、いきなり強いので、まあ、焼いちゃダメとかね。皆さんも行くんであれば下地からしっかり作ってください。下地から、下地どうやって作るの。下地は弱いマシンでコツコツ焼いていく。そういうこと、うん、自分じゃあ先下地から。そうそう、下地からね、白いからね、さやちゃんはね、白いもんね。これ誰が聞いてて楽しいの。わかんない、やばくない。話題変えよう。はい、話題変えよう。次、ミキさんの最近ハマってることは。ハマってること、うん、何ハマってることは、うん、そうだよね、ハマってること、ハマってること、さ、うん、なんだっけな、クロームキャストってあるじゃない、うん、クロームキャスト、スマホの動画とかをテレビにつなげるやつ、うん、あれで最近クロームキャストでずっとネットフリックスとかフールだけとか、うん、U-NEXT とかを、うん、見てたんだけど、最近 Amazon のやつが見れないと分かって、うんうん、結果アマゾンの専用スティックも買ったという。やばいやばい。アマゾンプライムの会員だから、うん、それも見たすぎてそっちも買って、うん、みたいな。めっちゃもう、それめっちゃ見たいじゃん。見てる。そう、もう家から出ない。ネットフリックスは自分も見てる。テラハでしょ。テラハ超見てる。マジやばくない、この前のテラハ。いやマジ、皆さん見ました。マジ、いややばかったよね、あれは。マジやばい、翔平ちゃんが。そう、それね、見てない人にはね、ネタバレになっちゃうから、ね、バレないぐらい翔平ちゃんがやばかったよね。もうしょっぱな、もう自分はもうあれはね、もう、うん、ね、いやめっちゃ自分も声出しちゃったもん。そう、そうなるよね。って言っちゃった。いやマジで、まあ、大人な恋愛ですよ ね、まあ、ね、あれはね、大人だね、あれは。私ももう25歳になってしまってアラサーになりましたけれども、アラサーねえ、もう、そうじゃね、おばさん年を感じれますよ、最近は。もうどうですか、翔平みたいな。いや、ちょっと大丈夫そうです。私タイプではないで。誰がいい。彫りが深めの人が好きですね。あれとか、あ、なんだっけ、新しい子誰だ、なんだっけ、どれだっけ、まあ、ノアでしょ。ノア、ノア、ノア。あれちょっと自分はタイプじゃないんだよね。あとか言ったら、これさ、失礼だからさ、あんまり言うんだよね。こんなやつがさ、そんな、
人をさ選ぶ権利はないからね。まあそうだけどね。そうそうそう、だからまあしっかり、まあそうだけどねじゃねえよあ今日じゃない、火曜日だから。違うから、基本はもう、あそうだ、ないんだ。ないよ、17だ。そうだから祝日のね、次の日に早く見たい。祝日バーベキューじゃないですか。そうだね、イギリスの子たちと。そうですよね。ね、楽しみなんじゃないですか皆さんは。楽しみ、行くん、あれ行くんですか皆さん。行くんですかね。行くでしょ。集まりが良ければいいんですけどね。行くでしょ。行かないの。あれだって分かんなくない、まだなんか来てんの詳細。え、しょ、なんか来てなかったっけ。ごめんごめん、ちょっとさ、自分分かんない、何時集合みたいな。メールとかさ、分かる、LINE とか溜まっちゃうから、うん、そう、全然見ない自分も。そう、今メール4708件溜まってますね1000件いったら消す、消す。なんて消すの、これ1回で。なんかあのさ、既読みたいなのつけられるんだよ。つけられないだろ。え、つけられるよ。4000件も消せんの。え、つけられるよ。で、なんかメッセージ1117件、LINE 223件。やばくない？もう去年の7月から返してない人いるんですよね。え、やばくない？これもう1年前。また一番下にいる人は、そうですね、去年の5月25ですね。ずっと既読すらつけないで、赤丸でこういう。やばいやばい。その人たちはもう、多分もう諦めてる、ブロックされたって思ってるんですかね、これは。やばいやばい。自分でもこういう昔からなんで大丈夫じゃないですかね、多分。あ、こういうやつかって思われるやつ。自分ね、赤いのがあるのが嫌なの。あ、いますね、そういう人。赤いのが、でも自分も結構そうだったかも、昔は。溜まってるのがめっちゃ気になるんだよね。嫌な人だったかも。でも今もなんかそれすら見えない。もう赤いのが見えない。赤いの見えない、年だ。見えなくなるんだ、25歳になると。うん、そうだ。怖い。今何歳だっけ、それ。22。いいな、今年3。一番楽しい時じゃないかよ。今年3だよ。23に見える。見えないな。でね。何歳に見られる、最高何歳に見られたことある。え、でも自分、喋んなければ。大人に見えるって言われる。喋んなければ。喋んなければ。それって褒め言葉なの。喋んなくて、さやのこと何も知らない人だったら、うん、どういうふうに見られるってこと。自分もな、誰も何も知らない人だったら自分どう見れる、見られるんだろうね。分かんない。一番最初の印象も一番パッ。あ、でもこんな感じ。待って、よく分かんない。みんな絶対伝わんなかった今。こんな感じじゃ絶対。もうミキさんって感じ。分かんな。どういう感じなんだろう。ウィンウィンって感じ。ウィンウィン、でもウィンウィンではなかったよね、来たっては。まあそうだよね。多分、まあ、若干陰キャだった。陰キャだし、うん、てかもはやもう合流遅すぎてマジ笑ったよね。ね、やば、めっちゃ来んの遅いじゃんみたいな、ね、マジやば。同期だもんね、うちらね。言うて。そうなんだよね。そうじゃん、同期じゃん。そうだよ、同期だよ。同期会。同期会はしないもん。同期会、うん、同期めっちゃいるもんね。うん、いい同期会は大丈夫そう。大丈夫。さあ、今週末はいよいよ、はい、レギュラーシーズン、うん、最終節となっております。うんうん、そうですね。時。はい、早いんだか遅いんだかで分かんないね。15節あっという間に過ぎましたね。じゃあもうそうですね、本当、はい、風のように過ぎ去りましたね。はい、 VS 時和木、はい、そうですね、開幕戦でね、もうやられちゃってるしね。そうですね、時和木で始まり ね、もうかまだ勝ててないからね、しっかりやっぱり最後ね、うん、下位リーグになってしまったとしてもやっぱりそこはね、6位と5位じゃだいぶ違うから、そこはしっかり勝ちに行きたいと思いますね。はい、得点もね、そうですね、今シーズン決めてないですね。あ、そうですね。そう、まあね、いろんなポジションやらせていただいてるので、今シーズンはそうですよね、まあ、いろんなね、ところでいろんなサッカーを経験して、とりあえず、まあ、自分の役割をしっかり果たせればいいなと思います。ぜひね、みんなで応援していただければと思います。ね、そうですね、最後にじゃあサポーターの皆さんに、はい、メッセージをお願いします。いつも熱い応援をありがとうございます。皆さんがかけてくれた言葉で私たちは今までやってこれました。とにかく皆さんに勝ちをプレゼントできるように頑張っていきますので、応援をよろしくお願いします。めっちゃ声低くない？めっちゃ低い、めっちゃ低いやばいよね、めっちゃ低い。別にそう、酒焼けとかじゃないから、もう素だからね。そう、それだけは分かってほしい。それだけは酒焼けじゃないんで、うんうん、ね、皆さん頑張れば高い声出せるからじゃあミキさんの高い声が出せるよ、だ聞けるように ね、 ね、 そうだよね、皆さんで盛り上げましょう。えい、以上ピッチリラジオでした。バイバーイ。